晋州乃沛国将。奪われた領土を取り戻すため、敵国最強の戦士に戦いを挑む若き将軍。杀了他，明天我就回家。しかし彼は自由を得るために将軍を演じる影武者だった。影と本物、そしてその妻が騙すのは狡猾な王。野心と嫉妬に翻弄される。那什么是真的？影武者を待つのは光か闇か。シャドウ影武者。